藤波ファミリーズ六味ラジオ、皆さんこんばんは。11月4日水曜日21時になりました。今日でね4回目を、迎えました藤波ファミリーズ六味ラジオ。ね、今日も先ほどね藤波家の食卓も銀座の三越で、のねイベントも2週目を迎えまして、ね、今日ね先ほどまで、そちらにいたんですけども、そこからねスタジオに、駆けつけました。まあね今日もこの後食の、企画なんかもいろいろとありますので、そちらもぜひお楽しみにしていただけたらと思います。では今週もいきましょう。藤波ファミリーズ六味ラジオ。さあ、今週も始まりました、鳥越あずり FM にて放送中の藤波ファミリーズ、六味ラジオ、今日も、生放送で、皆さんにお届けします。ドラディションのレオナです。今日もよろしくお願いします。まずはじめにですね、毎週お話をさせていただいていますが、このね鳥越あずり FM での、感染症対策のお話についてまずお伝えしたいたします。ね、この、スタジオではですね、参加者全員のね検温の徹底を行っています。そして、スタジオ内の消毒、前の番組終わって、こちらの新しい番組が始まる前にですねスタジオ内を徹底的に消毒をして、僕はね今一人で、このスタジオの中で喋っているのでマスクは外していますが、スタッフの方も含めて皆さんこのスタジオの中でマスクを着用して、放送に臨んでいただいています。そして、このね放送中も含めて、常時、このスタジオ内ではですねトーレリというね機械を使いながら、消毒の方も、常に行っていますので、そういったね安心した、環境の中で放送を行っていますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。そしてですねこの番組4回目を迎えましたけども、いろいろねメッセージも皆様からお待ちをしていますので、ぜひそちらもぜひ、どしどしと、お寄せいただけたらなというふうに思います。そしてですね、今日はねドラディションの SNS や、各それぞれのねSNS でもいろいろと告知させていただきましたけども、このあと21時半からですね父である藤波辰巳も、このね、藤波ファミリーズ六味ラジオに、初めて生出演をしますので、そちらもねぜひ、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。10月14日からこの番組もスタートして、なんかね事前に決まっていたこう地方の遠征なんかもあったりして、電話での出演なんかも2度ほどあったり、あとはね VTR での出演なんていうのもこれまでありましたけども、今回ね初めて、この番組スタート以来初めてこのスタジオに来て生出演をできるということで、私も気合が入っているということで、今ねちょっと違う現場から向かっていますので、21時半ごろに、皆さんの前に、登場ということなので、ぜひご期待いただければというふうに思います。さあ、この番組はですね、藤波家が興味を持つものプロレスはもちろん、食、エンターテインメントなどをね、皆さんにお届けする50分ということで、毎週水曜日にお送りをしています。そしてね、この番組ではこういっぱい音楽なんかも、流して、いくっていうのがね、一つこの番組のテーマでもあります。この番組でね、流す曲っていうのは、まあね、本当にわがままに僕が最近はね好きな曲であったりとか、ずっと好きな曲を選んで、皆さんにお届けをしているというのがね恒例なんですけども、今日も皆さんにね、今日はねこの後後半で血が出てくるというのもありますね。今週は1曲、皆さんにご紹介できればというふうに思っています。さあ、この今週1曲目、皆さんにご紹介する曲はもうねこちらももう言わずと知れたもう大スターですけども、レディー・ガガのバッドロマンスを皆さんにお聴きいただけたらなというふうに思います。この曲もちろん発売、ね、した当時からもうこの曲でレディー・ガガもある意味ガーンと一気にスターダムを駆け上がったっていう曲だと思うんですけれども、僕ももちろんこの、レディー・ガガが日本でこう知られるようになってから、この特にバッドロマンスってその初期の曲に当たると思うんですけども、そういったのでもともと好きではあったんですけども、さらに好きになったのが多分もう3年4年前ですかね、スーパーボウルのハーフタイムショーで、レディー・ガガがステージを任されたっていう年があったんですけれども、それのねフィナーレの曲がねこのバッドロマンスだったっていうところですね。その時はねかなりライブなりのこうアレンジが入ったりとかして、普段とは少し様子の違うバッドロマンスではあったんですけれども、そういった部分も含めて僕的にこの曲って非常に上がる曲だなっていうので好きになりました。そのちょうどスーパーボールをやったレディーガガがねスーパーボールをやった
のステージに立った会場っていうのが、その前の年に父が WWE の、ホールオフェイム殿堂入りを果たした時に、行われたレッスルマニア、もうね世界最大の、ね、もうプロレスファンの方でしたら、ご存知だとは思いますが、10万人規模で、ね、集める大会であるんですけども、その、ね、会場を使ってその次の年スーパーボウルが行われたということで、僕的にもねこう自分が1年前いた場所でレディー・ガガがこういう曲を歌ってたっていうので、ね、非常に興奮した思い出があります。なのでね、そういったところも踏まえて皆さんに楽しんでいただけたらなというふうに思います。それでは今週1曲目の曲の紹介です。レディー・ガガでバッドロマンスです。どうぞ。ちょっとね、音声になりましたけども、大変失礼しました。今ね、またね、改めてね、この曲もね、紹介できたらなというふうに思います。さっきね、今日、この後、父の方もね、21時半頃ですね、このスタジオに、登場をするんですけれども、このね、WWE のホールオブフェイムっていうのがね、ちょうど2015年、そうですよ、だからそうすると2016年かな、レディーガガがちょうどこの曲をスーパーボウルで歌ったというのがですね、なのでね、そういった部分で非常に僕としてこのサンフランシスコのね、サンノゼっていうところのね、サンフランシスコ 49ers ってね、アメリカンフットボールのすごい名門チームなんですけども、そこの本拠地でね、その大会が行われたということで、やっぱりね、アメリカのエンターテインメントの、規模感の凄さっていうのはね、非常にその時まじまじとこう見せつけられたという思いがしました。この、ね、ハーフタイムショーももちろんそうなんですけども、WWE の2015年の、レッスルマニア、そしてホールオフェイムの式典、それに伴うレッスルマニアウィークっていうのもね、1週間ほどそのサンノゼっていうところに滞在をしたんですけども、やっぱこれだけね、こうプロレスを好きな人がね、世界中にいるんだっていうのをね、実感するぐらい、本当に本当にサッカーのワールドカップとか野球の国際大会を見てるように、もう本当に世界各国の人がその日にめがけて世界中からその土地にやってくるということでね、特別な1週間だったなというふうに記憶があります。後ほどね、そういった話も聞ければと思うんですけども、父もね、その時に言ってたのは、そういうね、外人がブワーッとこう10万人です、10万人がブワーッている中で、やっぱり日本から父がこう殿堂入りしたというところでね、たくさんの日本人の方もその現地に行って観戦してくださったということもあったということで、日本の国旗をね、その時振ってくれるというのがね、非常になんかこう、日本人としてなんかすごくジンときたなんていう話もね、その当時していたのも今思い出しました。なのでまたね、曲に関してもね、改めてリーガガの他の名曲もたくさんありますので、それもね、またどんどん紹介していきたいと思います。ぜひそちらもよろしくお願いします。それではね、こちらで、この番組ではね、フジャミキカのお知らせ、CM をね、皆さんにお届けをしていますので、今週1本目のお知らせをご覧いただければと思います。ぜひご覧ください。オリジナルコンテンツなどを無料で配信中。今すぐドラディション公式 YouTube チャンネル、ドラディション TV、 ドラディションでの過去の名試合、
オリジナルコンテンツなどを無料で配信中。今すぐ。はい、ということでね、ちょっとまた改めてお知らせの方もね、皆さんにお届けできればというふうに思います。ドラディション TV、 今ねお知らせがありました通りね、ドラディションではですね、過去の名試合や、オリジナルコンテンツを含めてですね、このオリジナルの、動画をですね、 YouTube 公式 YouTube チャンネルドラディション TV で、随時ね無料配信中をですので、そちらもぜひお楽しみいただければというふうに思います。前回、でもねご紹介しましたけど、先々週くらいからですかね、ドラゴントレーニングっていう新企画もスタートして、この後もねいろいろとねプロレスに関する、トークを含めて、藤波辰爾が出たり、いろんなね選手が参加しながら、こう YouTube をね皆さんにお届けできればというふうに思ってますので、ぜひねチャンネル登録して、お楽しみをいただければなというふうに思います。さあ、ということでね、先々週、今日でね、3週間目になりますけども、食の企画を皆さんにね、お届けしたいというふうに思います。今週のね、企画コーナーはですね、藤波家の食べ比べ家族会議を皆さんにお届けします。今回もこれで第3弾ということで、最初ね、ピザハット、そしてね、ドミノピザという形でね、食べ比べを、皆さんにお届けをいたしました。さあね、今週は、まあね、どこの、3社目ということで、どこのマルゲリータピザを食べて、藤波家のなんか和気あいあいと家族団らんの食事のシーンを皆さんに見ていただくという企画なんですけれども、ぜひねその辺も楽しんでいただいて、今後のねテイクアウトであったりとか宅配ピザの、ね、頼む時の参考にしていただけたらなというふうに思いますので、ぜひこちらを楽しんでいただけたらと思います。それでは今週の藤波家の食べ比べ家族帰りボリューム3、どうぞご覧ください。ピザーラは日本生まれのピザ、宅配ピザチェーン、1987年に誕生したブランドですね。でピザ生地は軽井沢にあるパンの名店浅野屋と共同開発したオリジナル生地とか。ああ、そうだそうだったんだね。美味しいんだ。ピザの美味しさを大きく左右するチーズっていう形で、ナチュラルチーズを使ってたりとか、すごくこだわりがある、あとビジュアル的に一番特徴、多分これですね、エクストラバージンオイルとか、あとレッドペッパー、あとバジル、スパイシーペッパー、スパイシーハーブね、これが別添えであるので、フレッシュな香りとか味を楽しめるっていうのも一つ、非常に香りが逃げないってこと。あ、なんでこれ食べる直前にかけていく。ああ、これまたいいアイデアだね。これも一つ特徴かなと。さすが日本生まれだね。気遣いだね。そうか、どうぞ。はい。では、開けていきます。ああ、そう。これいい。もう、見た目が美味しい。そう。大きくない？今回これもね、でも M は、M サイズ25センチ。まあ、基本的に、各社、大体、M サイズは25センチ。大きさは大体一緒ですね。確かにこの箱に書いてるピザーラは1900円。そう、ジャパンスタンダード、ジャパンスタンダード、あ、じゃあこれちょっとせっかくなんで、別添えについてるものを、先にじゃあこのオイルからかけて。そうだね、いいね、オイオリーブ。オイオリーブはね、香りがいい感じ。確かにオリーブにちょっとこう香りプラスされると、あ、これはいいね。美味しいです、ね。ちょっとこう後で足したいね。いきますね。ホットチーズ。どうしますか。ホットは後で追加しますか。それとも今全部がけでいいですか。これもね、こっちがレッドペッパー。最初これで食べたりしますか。シンプルな味を。まず、あ、最初これで何もないでしょうね。はい、これはちょっとあるので置いておいて、はい、はい、これもしっかりと、はい、これも生地は一番スタンダードなタイプの生地を選んでる、はい、これも味がもうしっかりと味がこう染み込んで、トマトがちょっと多め、
どうかな。はい、いただきます。いただきます。うん。さすが静かの日本前の水だな。わ、うん、おいしいね。うんうん。バジルすごい効いてる。オニオンもすごく感じません。甘みか。うん、甘み。甘みが。うん。あ、これ玉ねぎかな。玉ねぎか。え？玉ねぎじゃない。玉ねぎじゃないと思う。確かにでも。あ、トマトソースがちょっと甘みにしてある。うん、これ口当たりこれ最初みんなこれ確か美味しいっていう多分感じのあのや食感がバーッと入ってくるね。うんうん、やっぱり海もあれですね、生地美味しいですね、美味しい、うんうんうん、あの軽井沢の朝早のパンだから生地がやっぱり、うん、パンがしっかりしてるもん、あの味が、生地がね、うん、ちょっとチーズがちょっとクリスピーで、耳のところが、うんうん、あ、耳にかかったチーズ、うんうんうん、美味しい、うん、あ、朝のや感じる。うん、美味しい。美味しい。以前これ試合の工業やってて、あの会場になんかすごいピザあったね。はい、すごい注文したね。そうですね。うん。選手みんなに。うん。やっぱこれね、試合前もサクッと。うん、あ、ペッパーとバジルも美味しい。ペッパーとかけますね。バジルもあるの？バジルこれ十分バジルかかってたよ。バジルもプラスであります。あ、これもかけてください。うん、あった、ちょっともう。シリアル。あ、すごいいい香り。あ、本当だ。うん、なんかすごい香ってる。これがスパイシー。あ、こっちもかけて、はい、あ、すごいすごいスパイスの香り、うん、一つ一つ特徴ですね。これいいかも、持ってきます。うん、本当だ、うん、スパイスがいい、うんうん、日本までと思えないね。うん、負けてない。もう負けてないところが本当に使ったわ、なんか、うんうん、やっぱあれですね、後掛けでオリーブオイルとかかけるっていうのと、うん、あとこの今2段階目でかけたこのハーブとスパイシーの香りとかが非常に立ちますね。あれも美味しい。うん、美味しいね。美味しい。やっぱこれも共に一緒にバジルが、うん、焼き上げられてるか、その香りとかも、うん、すごくいいですね。やっぱチーズもやっぱナチュラルチーズとか使ってるってね、うん、チーズ自体もやっぱ美味しいですね。うん、まあ、これさ、ピザ頼むときにさ、こういう食べ方もいいかもね。そう、いろんなお店のピザをさ、うん、一社で決めないでさ、贅沢なね、うん、ちょっとあの普通ね、こう、うん、その時の例えば立地条件だったり、うん、あのいろんな条件で、うん、あのどこか一社を食べるってことで、うん、僕が今回なかなかだから今回の企画も、うん、ちょっとそういった意味でなかなか家でこういうふうにこう何社かを、うん、一斉に頼んで食べるってことがないんで、うん、まあそういったもんね、せっかく見ていただくときこうやってこれいい、これいいアイデアだね。新しい食べ方の提案かも、うんうんうん、確かにその提案だね、うんうん、これは多分ね、食べ比べっていい、面白い、うんうん、家ご飯が多くなってる ね、うんうん、そうです、食べ比べ超えてるでしょ、ね、食べ比べ超えてる、普通にお腹減ってるっていう、うん、耳まで美味しい、耳美味しいでしょ、耳美味しい、だからって言ったら朝の屋さんを感じるって、うん、あ、うん、本当なんか食事になる、うん、美味しいです、うん、大満足、うん、いいですね、はい、ということで、はい、はピザーラの、はいはい、マルゲリータ M サイズ3種類の食べ比べでした。
はい、ということでご覧いただきました、今週3回目の、食べ比べ家族会議ピザ編ですね、今週はね、ピザラを、皆さんにお届けいたしました、ね、これでね3社の、ピザのマルゲリータを食べてね、なんか藤波けなりに、皆さんに、ね、お伝えをしながらという形になりました。ちなみにね今日先ほどの映像の中でもありましたけども、今日も情報が届いていますので、ピザラについて少し補足ですね、まあ、ピザラもうね名前がねピザとゴジラに由来をするということで、これまでねやってきたピザハットであったりドミノピザっていうのはアメリカ生まれであったりとかね海外生まれっていうことだったんですけども、こちらのピザーラは日本で生まれた日本最大の、宅配ピザチェーンということで、ね、もう CM とかでもね本当に毎日のように見る、超有名店です。今日はね、そのピザーラのマルゲリータの、皆さんにね見ていただきました。こちらもねフレッシュトマトとかねモッツァレラチーズのトッピングにフレッシュバジルの爽やかな香りがたまらないということで、別添えでねオリーブオイルがついていたりとか、ちょっとねチリペッパーがついていたりという形で、後からね少しずつ味を変えられたりとかするっていうのもなんかね日本生まれらしいなんかね気遣いだなっていうところで、非常にね美味しかった記憶があります。そしてね、このね、VTR の中でも、お伝えしていましたけども、ピザ生地っていうのがね、軽井沢にあるパンの名店、浅野屋とね、共同開発したオリジナルの生地ということで、非常にこう、もっちりとして、生地と香りもね、非常に良くて、そういった部分もすごく、まあ、こだわりを感じるという部分でしたね。あとね、無農薬のイタリア産の手摘みオリーブオイルを使ったりとか、ナチュラルチーズ、これね、宅配ピザ業界で珍しいらしいです。ナチュラルチーズを使ったりとか、ね、食の安全とかね鮮度なんかもねすごく重視して追求しているというところですね。まあ、そういったところも含めて非常にこう食べ応えもあって、日本人の、味覚にぴったりと合うピザーラの、このマルゲリータだったなというふうに思います。ね、今日まで、ピザハット、そしてドミノピザ、そしてピザーラ、このね3社のマルゲリータ、まずね基本の味を皆さんに、見ていただいて、あ、ここのピザってねこういう味なんだとかね、こういう特徴があるんだっていうところをね知っていただけたということで、ぜひね今後の参考にして、なんかね頼むときにぜひねその中から好きなものを選んでいただいたりとか、またまたね今回我々がやったように3社を同時に頼んでみるっていうのもね一つ贅沢な楽しみ方だと思いますので、ぜひ試してみてください。ということでね、今日まで、食べ比べ家族会議の、ピザハット、ドミノピザ、そしてピザーラ3社をお届けしましたので、来週はですね、このピザを使った藤波家の、流のアレンジをですね、皆さんに見ていただけたらなというふうに思います。こちらのアレンジはね、藤波家の食卓のリーダーである母が、ね、ピザを使って、皆さんにね簡単にできるアレンジレシピをねご紹介をできればというふうに思っています。そしてまあねオープニングで食ということでオープニングでもお話をしましたけども、今週、も、銀座三越でね藤波家の食卓っていうのがね、引き続き行っています。今週、来週の火曜日、11月の10日までですね、銀座三越の地下3階で、お肉売り場の近くにあるねイベントスペースでね食品をね皆さんにご提供していますので、そちらもぜひ楽しみにしていただけたらと思います。明日からはですね特別でハヤシライスの販売も始まったりとか、あとね今回スペアリブの量り売りなんかもやってますのでね、ぜひ藤波家の味をまだ試したことないよという方いらっしゃいましたら、ぜひ今回の機会に、試していただけたらなというふうに思います。さあ、ね、先ほどちょっと途中で一旦ねちょっと止まってしまいましたけども、曲をね改めてちょっと皆さんにご紹介をしたいと思います。今回ね先ほどと同じ、レディーガガのバッドロマンスを改めてお聴きいただければと思います。それではお聴きください、どうぞ。はい、ということでね、今週の1曲、レディーガガのねバッドロマンスをお聴きいただきました。さあ、ということではい、藤波です。やっと登場できました。そうですね、はい、この番組も始まって4回目ということで、ね、まあ時々電話で ね、繋いでということでね、はい、事前に決まってちょっと地方の遠征と、はい、取材とかもですね、もう取材とかねてね、いろんな、ね、はい、まあ、お城の番組もやってるんで、ね、はいはい、最近だと一番最近だと、うん、前回が新潟でしたっけ。新潟ですね、うん、でからね電話で繋いで、うん、このスタジオでお話ししました、はい、どうですか。やっぱりスタジオだとなんか緊張するね。まあ、緊張しない？いや緊張しますよ。いつも僕一人だったんで、うん、
この1ヶ月は一人でやってきたので、うん、まあ多少はちょっとは慣れましたけど、うん、やっぱりちょっとこの空間でまたあの防音がしっかりしてるから結構外の音も聞こえないので、あ、本当完全にシャットアウトされてるんだね。そうです、もう本当にこの、うん、今のこのイヤホンだけで外つながってますんで、こういう環境で。どう、だいぶ慣れました？いやいや、まあ、まあ慣れましたけど、うん、まあまあでもやっぱり誰かいるとやっぱり話しやすい。よかったね、俺がこの役者やったの MC やってなくてよかったね。いやいやいや、それはそれで楽しいと思う。いやいやいや、もう番組は多分途切れ途切れになっちゃうと思う。いやいやいや、今週あの3週目ということで、うん、あ4週目ということでね、うん、2週目からあの企画なあの食べ比べなんかも、はい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 、スタートして、うん、あの前ね撮ったあの ピザのね、はい、あれうまかったね。そうですね、うん、今日まででね3週目3週間終わったので、うん、あのピザハット、ドミノピザ、ピザーラって3週今終わって、うん、ピザ持ってこなかったな。だから実際もリアルにあの藤波家の食卓じゃないですけど、うん、あの本当に普段こうやって食事してるっていうのは、うん、ただのお見せする50分っていうのはなかなかシュールですけど、うん、俺もああいう食べ比べとかね、はい、大好きだからね。あ、うん、でもあれじゃないですか、日本各地遠征してると各地のに、うん、美味しいものとかやったりとか、もうそれが俺の旅の一つの目的だからね、うん、確かに、まあ、プロレスの土地土地っていうのはやっぱ大きいところ、うん、あの都市っていうのも多いから、うん、そういう土地土地のなんていうんですか、なんか美味しい名物であったりとかも食べやすいじゃ食べやすいですよね、うん。まああのちょっと話がね、もっとあの遡るけどね、俺がプロレス入ってもう51年かな、はいはい、でデビュー50周年来年迎えるでしょ、はいはい、その当時ってね年間250試合ぐらいやったのかな。あ、250だよ、250試合、365日の間の、うん、それもずっともう日本全国つらら行くわけでしょ、うん、はい、その間に季節の美味しい食べ物を一番早くだから出会えるのがレスラーなのよ。あ、じゃあその季節の変わり目と同時にこう、うん、動いていくっていうか、あのその年の旬の時期にこう動いていくっていうか、ちょうどもう稲刈りの収穫時期が終わった後ね、はい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 、だからあのお米の新米が美味しいとことかね、はいはい、お漬物が美味しいとことかね、うんうん、お魚が美味しいとことかね、もうそういうだからね、そういうのもやっぱりあの当時の若い良さだね。あ、うん、なんか当時だと多分今以上にあの今はね結構まあ僕も、うん、もちろん分かりますけど、例えばバスで移動して、うん、結構そのババッと慌ただしく次の土地行ったりとかってもありますけど、うんうん、昔の方がよりちょっとそういうなんか楽しめる、そうだ、ね、特別感があったね。やっぱ周りもやっぱプロレスっていうと特別なものをやっぱりこう、うんうん、見るっていう感じでね、やっぱりあの何ていうのかな、もう今はみんな各団体がバスを自分のところで団体が持ってて、うん、はいはい、それ移動するでしょ、はい、だから途中でまあサービスエリアとか泊まるぐらいだけど、うん、当時は本当にあの列車移動だから、あ、うん、そっか、まだそういう新幹線とかじゃない時期なんですね。そうそうそう、もう本当にあのグリーン車、それからあの普通の指定席、はいはい、我々は自由席でね、はい、うん、であの馬場さんなんかは猪木さん、吉村道明、大木金太郎とかね、はい、大根の大スター古いね知らんだろ、知ってるから、もちろんもうそういう大根のスターはもうあのグリーン車、はい、でその後ろのあの指定席が山本小鉄さんとかね、はい、星野勘太郎さんとか、はい、そういう方が中堅が指定席、はい、なるほど、で我々はもう若手はあ自由席、自由席、え、だから座れない時とかない、そう、ある、だから早めに行って並ぶのよ、はい、あ、大きなカバン持ってね、なるほど、うん、猪木さんで大体バッグ何個ぐらいだったんですか。2個、普通のだからトランクスとかリングシューとか、はいはいはい、スペア持っていくからね、2足ずつね、はい、であとガウンとか、はい、いろんな持ってたから、あ、だからそれだから1ケースでしょ、で、うん、普通の私服あるでしょ、うん、で僕のカバンもあったから、本当スーツケース出すと1個自分の ちっちゃいカバンを持ってた。ああ、もうじゃあそれをずっと日本各地それで、うん、その体制で。でもね、一つ言えるのは当時はみんなやっぱおしゃれ、馬場さんに猪木さんに近い、みんなね、うん、やっぱ自由だから、うんうん、今はみんななんかジャージでしょ、はいはいはい、うん、もうそんな要するにファンの前、うん、もう要するに試合場だけ、うん、もうその何ていうのかな、練習着っていうのか、あとはみんなもうネクタイであったりとか、本当に自分もほとんどそういう移動だから、やっぱり一つなんか周りから見られるっていうことに関しては、うん、やっぱり自分たちはやっぱり一つのプロっていうプロスポーツのやっぱりそういう象徴だから、やっぱそういう分ではすごくみんな意識してたね、うん、あ、うん、だからよく確かにあのこう猪木さんと付き人時代についてる、うん、なんか昔の写真って時々出てくるじゃないですか、うん、新聞社とか、うんうんうん、週刊プロレスとかから出てきたりすると、うん、やっぱり必ず猪木さんってジャケットをバッチリ着て、あの人またおしゃれだったしね、
やっぱり林美智子さん、まああの頃ね、林美智子さんがやっぱこうアドバイスしてたのか、ものすごいやっぱりね、あのレストランの中ではおしゃれだった。やっぱり背も高くて、肩幅がガーッと、でかかったね。でかくて、ジャケットもバッチリこう、そう逆三角形で。確かにそう、村馬場さんもそうだしね、みんなやっぱおしゃれだった。前、あの、あれ聞いてやっぱかっこいいなと思いました、馬場さんがこう、はばき持ってね。はい。それもやっぱり一つプロモーションっていうか自分の個性を、だから自分をどうかっこよく周りから見られる、まあそういうのがね、自分作りがうまかったね。よりやかそういうさっき言った巡業の風景なんかもなんかいいですね。そう、今でもこうやってね目をつぶるとね、当時のその移動の巡業風景がね目に浮かぶ。もう列車がその途中に着くと、まずあの駅に降りるでしょ、そしたらもうそこにはもう待ってるから、黒山の人だかりでね、不安が、でそこに降りて、まず馬場さんがね、本当におもむろにもう葉巻に火をつけてね、パカーッと吹かすのよ。もうそれが一つのね、もうなんか不安に対して の, あのサービスなんだろうな。あのだからですかね、多分プロレス界の、僕が知る限り、プロレス界の大物とされる人たちってみんな葉巻吸うじゃないですか。タバコじゃないじゃないですか、皆さん。僕もたまにね、そうだね、僕はあの葉巻、普通の紙タバコ吸えないんだけど、葉巻はこうふかす、香りを楽しむんでね。かっこいいですよね、あれ。やっぱ体大きい人が、なんていうんですか、あの 太いの、なんて、何、チャーチルサイズ。あ、チャーチルサイズ、はい、普通のあの葉巻でね、はい、大体あれ45分、1本がね。1本が。だからチャーチルがあの演説する、普通のスピーチが45分間の間に1本吸うっていう、チャーチルサイズ。かっこいいですね。だからなんか僕もなんかざっくりとそういうプロレスの 大物大御所の人たちってみんな、まあ猪木さんも含めて、なんかこう数所作っていうか、あのこうバチッとこう、なんですか、葉巻を端を切り落としてからこう吸う姿っていうのはやっぱかっこいいですよね。そうだね。なんか見てて、若手として見ててもやっぱそういうのは憧れますね。なんかそういうのが似合うレスラーになりたいなーなんていうふうに。そうだね、やっぱそういうのはね、やっぱファンも、確かにその試合場 の, そのリングの上でね、あのファイトも確かに、あの醍醐味でもあるんだよ、でもレスラーがどういうものを食べてるか、どういう要するに普段の生活してるか、まあ、そういうやっぱりどういうふうな、街歩きをしてるのかとかね、やっぱそういうのもね、ものすごくやっぱりあのファンが興味持ってるんでね、やっぱそういうところはやっぱりこう意識してあげた方がいいよね。なんかこの番組は例えばこれから例えばそういう、なかなかあのプロレスのファイト、もちろんそれもいろいろと思い出の試合を語っていくっていうのもありだと思うんですけど、そういう巡業風景とかって、なかなかファンの方も聞くことができないことじゃないですか。そうだね。巡業、例えば、何ですか、そのトップレスラーは一日どういうスケジュールで動いて次の試合場に行くのかとか、試合までの時間を過ごすかとかっていうのも、多分結構そういうのって意外と語られてるようで語られてないので、ただそういうのを見たいなっていう方も多分、ただこれからちょっと、まあ、そういう部分ではね、僕の場合は50年ずっと日本全国を遠征で回ってるから、まあ、そういういろんな今回は昭和何年代の、要は風刺、あの巡業風景をとか言えばね、普通も喋ったけど、そうですね、だからあのちょうど今話してましたけど、来年2021年がデビュー50周年、50周年、はい、もう丸々ってことですよね、丸々、ね、あのデビューして丸々、デビューが1971年の5月9日、9日、ね、そうですね。だからまああのこの番組は何回か皆さんにお伝えしたんですけど、ドラディションでも、来年5月9日以降で、あの全国を回る、あの50周年ツアーっていうのを、本当にもう1年かけて回ろうよ。そうですね、ね、あの今までドラディションって年に本当に数回だったでしょ、はい、でも僕の場合はね、やっぱ今度この50周年は日本全国回りたいのよ。そうですね、まあ50箇所ったらちょっと、いやいや、まあとにかく1年だから、1年かけて回るわけだから、本当に九州をね、沖縄、それから北海道、ずっとね、日本海側とか太平洋側ね、ずっと回ってみたいね。多分あの45周年の時に東京、福岡、大阪っていう感じで、まあ3連戦やった時も、福岡もすごいその時ドラディションとしては久しぶりだったっていうので、多分お客さんもすごいあのなんかあの喜んでくれてか、待ってましたっていう形で言ってくださったと思うんですけど、今回もなんか久々に行ってない、久しく行ってない土地なんかも、そういうツアーの中で行きましたよ。2ヶ月前はね、沖縄に行ってたしね、あの大野山、猪木さんとあの例のワンシーンがあったところの、もうあの体育館ももう取り壊されて新しくなってた、綺麗に。だから早くこれ回らないと、
僕が試合したところは全部なくなっちゃうよそういう思い出の土地巡りっていうのもいいですね、うん、もう一回改めてこの50周年を迎えて、ね、なんか改めて回っていくっていうのも、うん、そうだね、だから古いとこといえばもうだんだん少なくなったね。そうですね、札幌中島ね、はないですね、少しなくなっちゃったでしょ、はい、僕がデビューした岐阜の市民センターもうそこすらがないから、あ、だから僕も今でもよく覚えてます、あの中島スポーツセンターがなくなる時と、うんうん、あと宮城県スポーツセンター、あー、この僕は初めて猪木さんをホールしたところ、ね、そうです、はい、うん、この2つがなくなる時にちょうど学校のとか幼稚園だったかな、うん、なんかちょっと忘れましたけど、ちょうど休みっていうので、うん、来なさいって言って、うん、連れてってもらった、うん、だから、ここの会場はやっぱり、うん、まあ、その時、うん、お父さんにとって大事な会場だからって言って、うん、もう取り壊される前です、取り壊される前だ、最後の新日本プロレスがやった最後の、うん、中島スポーツセンターと、うん、中島体育館ですかね、うん、と宮城県スポーツセンターは行きましたね、うん、2つ。だから今なんかうっすらと最後のあの会場の雰囲気とかなんか覚えてますね。中島ね、札幌中島体育センターもうあそこもね3500、4000人ぐらいの大きいですよね。大きいのね。これで宮城県スポーツセンターあそこは6000人ぐらい入ったからね。だから時々やっぱあの猪木さんをフォールした試合の、うん、あの宮城県の、うん、で、あの仙台のあの試合も結構うん、現地で見たっていう人も時やっぱ結構お会いしますよね。そうそうそう、たまにだから今地方でこうお城の番組で行くでしょ、はいはい、だその時にやっぱりその僕らが行くと必ずいろんな人のプロレスファンが寄ってくるわけ、はいはいはい、あの時のあの試合見ましたとかね、はい、ファンがやっぱ鮮明に覚えてるんだね。だからじゃあそういうところを巡る、うん、あの50周年の旅っていうのもいいですね。あ、まあ、行きたいね、ぜひ。5月9日から、うん、来年2021年5月9日から2022年の5月9日までが、うん、やっぱり50周年イヤーということで、うん、なんか最後も大きくちょっとあのドレッションの中では今まで一番の希望とかやってみたいですね、うん、やってみたいね、はい、やっぱそのやっぱ50周年ずっと回るでしょ、はい、やっぱ締めくくりをどこにするか、はい、でそこにやっぱりその最後の締めくくりでいろんなそのレジェンドを呼んでみたいね、はいはいはい、で僕はもちろん試合はするんだけど、うん、試合と同時にいろんなプロレス談義っていうのかな、うん、いろんなその往年のレジェンド呼んでみたいね、うん、それはね多分皆さんも多分待ってくださってると思うので、うん、楽しみに皆さんもしていただければ、まあ、今年はこういうコロナのことがあったから、うん、はい、1年ドライションではそうですね試合はなかったでしょ、はい、俺も今試合リングがあってもロックアップできないんじゃないか。いやいやいや、それは大事。お前覚えてる？いや、もちろん、さすがに。ちょっと冗談だけどね。いやいや。ね、なんかさっきでもちょろっと話も出ましたけど、うん、お城も、最近も、まあ、このね、番組でも常にね、CM 流したりとかしてね、皆さんも多分少しずつ知ってくださってると思うので、うん、ここでね、一旦その CM も見ていただければなというふうに思います。はい、じゃあ、どうぞ。歴史バラエティ番組藤波辰巳の歴史探訪、ナビゲーターは自他ともに認める城関プロレスラー藤波辰巳、お供を務める石川清子と歴史スポットを巡ります。日本全国津々浦々、歴史の秘話やご当地グルメ、旅での出会いなどなど、東海ケーブルネットワークで好評放送中。歴史好きは要チェック。はい、ということでね、今週2本目の CM 見ていただきました。まあ今流れましたけど、藤波辰巳の歴史探訪、うん、もうこれもね3年目かな、長いですよね。長いね。東海ケーブルテレビなんだけどね、はい、まあ現存の12天守、要するにまあ国宝から、はいはい、まあ木造のね、うん、まあ、それはもう全部回って、来週からはね今度は復興天守、要するにもうまあ、建て替えた、はい、うん、そういうお城今度もあるんだけどね、はいはい、うん、その第1回目は今度は宮城県に行きます。宮城県は、まあ天守はないんだけどね。ちょうどあれじゃないですか、今日先週のこの放送の時、うん、宮城県、そう、宮城県、あれはねお城の番組じゃなかったのよ、あれはまた違う取材ですね、取材だったのよね、うん、じゃあちょっとあれですね、東北付いてる東北島、うん、来月ですか、うん、そうだね、来月、牛タンだね。なんか先週もなんかそんな感じで、また牛タン。ちょっとささにしきとね、あ、新米が取れていこうだから。そうですね、また美味しい。まあね、このお城でまたプロレスするのもいいですね、城の前で。そう、一回ね、俺もそれを企画したことあったのよ。どっかでその、要するに、なんていうの、御前試合じゃないけどね、はいはい、お城のその城内でね、試合はできないかな。でもね、やっぱり文化庁の、まあ、難しさって難しいだろうな。でもかがり火とかの中でやったらタイマーと耐えてね、かっこいいじゃないですか、うん、でも
ね、あの天守をバックにね、そうですよね、うん、今ライトアップしてる天守も多いですから、うん、多分これはもうちょっとこう周りにこういろんな部分でこう仕掛けたらね、うん、市の盛り上げにもなってね、でやっぱ多分プロレス界でおっしゃるって言えば、うん、多分藤波辰巳って多分、うん、あのね、小田原城があるでしょ、はいはい、あそこはね昔今駐車になってるけど、はい、そこでは昔試合したの、なんかよく言いますね、小田原での試合、うん、そういうちょっと屋外でやってたっていうの、そう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 、結構昔はそういう屋外の試合もあったんですね、できたよね、うん、だからね、そういうのもちょっとね、歴史探訪で巡ったお城なんかの話も多分、うん、きっと多分面白い話もたくさんいっぱいあると思うので、うん、まあお城の話したらもう本当に50分だったね、もうお城番組ですね、うん、そういうことでね、それも楽しみにしていただけたらということで、でちょうどさっき僕曲流してたじゃないですか、うんうん、あれがレディーガガのバトロマンスという曲で、あれはいいね、あれはもうディスレディーガガだね、はい、ね、そうですね、だからちょうどさっきそれでオープニングで話してたんですけど、うん、来る前にこう話してて、ちょうどあれがサンノゼの、フォローフェイム、フォローフェイムで、うん、WWE 入った時の、はい、殿堂入りした時の確か会場で、うん、2015年がその行った年で、うん、翌年2016年の、スーパーボールの、うん、ハーフタイムショーがこのレディーガガで、うん、同じリーバイススタジアムですよ、そうだね、はい、高かったね、何万人だ、8万人か、ね、9万人弱ぐらいだった記憶がありますね、8万人、このフェームの式典の次の日だったんだよね、はい、ね、はい、会場でもちろん試合と我々こう、はい、受賞者がこう壇上からね、こうやってこうお披露目されるんだけど、はい、すごかったね、いや僕もねその日家族として参加させてもらって、うん、いやもうちょっと鳥肌が立つぐらいの、うん、もうリングがもうちっちゃくてもうぐらい見える、うん、でもあれに負けないすごい存在感あるバックステージがあったりとかっていう、すごかったですね、だから興奮っていうのか、もう喋ってるだけでもこう鳥肌立つんだけどね、うん、自分のレスラー生活の中ね、あんな場面に自分がねあの場所を立てるとはね、うん、本当これはもう本当になんか夢心地だったね、うん、だからねその中に日本の国旗振ってる人がいたっていう、もうスタジアムの中でねあちこちにやっぱり今自分が殿堂入りしたっていうことでね、うん、まあお祝いでこう日の丸持ってきてくれるんだけど、うん、あれはやっぱ感動するね、あ、うん、そうですね、本当なんか世界のこう大会で、うん、なんていうんですかワールドカップとか、うん、ああいうのを見てるような、世界中からこう見に来るわけだからね、いや非常にすごい刺激的な1週間を僕もなんか過ごさせてもらったなっていう、うん、だから空港に行くその沿道でもやっぱりこのもうタペトリー、うん、タペトリーか、まあ、それでもだから全部 WWE の接触だし、ね、バーッとなってましたね、もう、うん、多分ねオリンピック並みに招致合戦があるっていうぐらいですからね、だからその話をたまにしてもねあんまり皆さん理解しないみたい、いやだから、まあ、うん、日本のちょっと常識が違う、日本では多分やってくれないだろうな僕らがだから選手がね、はい、ホテルからその、はい、スタジアム行くでしょ、殿堂入りの時なんかも先導車がつくんだからね、そうですよね、パトカーが何台か、うん、白バイが20台ぐらい、はい、高速道路止めちゃうんだよ、そうですよね、うん、だ多分それはもうアメリカだからこそできる、まあ、うん、まあエンターテインメントに対してとかスポーツに対してだからね、まあ、経済効果をね、うん、兼ねてだからね、すごい協力的なこう、うん、まあ、町とか州を挙げてのあれですもんね、うん、なんでそういったお話も今後皆さんにお届けをできたらなというふうに思います、うん、はい、ね、まあ、今回ねこの番組がね、10月からスタートして3回ね、はい、まあ、毎週どこか地方にこれまでいたということもあって、うん、今までね僕一人でここいたんですけども、うん、どうですかここがまたタイミングここから合わせて、いいね、たまにやっぱここにスタジオ来るのもいいね、そうですね、うん、だから今回ね、うん、今まではちょっと残念ながらちょっとタイミング合わなかったというのもありますけど、うん、ちょっとこうプロレスのお話なんかも、うん、ぜひ繰り広げて、はい、楽しんで皆さんいただけたらなというふうに思います、はい、ちょっと一個お知らせをこちらでねさせていただきたいと思います、このね、番組ではですね、うん、番組応援の会というのがね、発足しています、まあ、その会員を皆様に、募集しています、特典としてはこの今ね放送中の生放送であったり、このね僕らであったりとかのイベント、そしてね生放送中のテレビ電話とかね、そういったものも実施していこうという企画もありますので、いいですね、ぜひね参加型だね、そうですね、うん、ご参加いただけたらなというふうに思います、あとね今あった通り鳥小屋ずり FM はねこうやって映像も見ていただけるということで、うん、これは最近あんまり前なかったね、いややっぱりこういうのもね、うん、少しずつ、うん、皆さんにねこうテクノロジーが進化して、うんうん、タイムラグなく皆さんに、僕もいろんなところでこれをね皆さんお知らせするとね、うん、みんな、あ、見ました見ましたってどんどん広がってるから、うんうん、こうね一人でも僕の近況も見ておくれてね、皆さん、うん、
そうですね、うん、だねこういう形でねあの見て聞いて参加できるっていう放送局っていうこともありますので、うん、あのねあの会費というのもねありますけども、いろいろと情報あのサイトの方にも載っているということですので、ぜひご覧いただいて、スマホで見れるのにね、うん、そうですね、もう簡単に、うん、あのこれ海外からでも見れるわけ、海外からでも多分見れると思います。あ、じゃあ俺、うん、じゃあ海外のじゃあうん、デスラーの仲間にもじゃあそうですね、大分のおじちゃんからも、ね、LINE 来てたんで、あそう、どこからでも見れると思いますので、うん、ぜひあの見ていただけたらなと。リクレアに教えよう、リクレアですね。ということで、うん、今日も今ね49分になりましたので、もう放送時間もあと1分ということで、ね、うん、今日はね30分から の,、うん、あのまあ今日はね都合上30分からというあれでしたけど、うん、また今度は冒頭からというのも一つ、はい、あのお願いできればなというふうに、はい、でね、プロレスの話もね、たくさん開けて、間にまたリクエスト曲もね、そうですね、音楽も曲もいいね、そうですね、うん、こう曲も非常にあのちょっと流れると、うん、あのやっぱり楽しい気分も上がるので、うん、それもね、これからも随時やっていきたいなというふうに思います、はい、あとなんか、ここでやりたい企画とかありますか、お城ですか、やっぱお城、やっぱお城だね、お城とプロレスと食、うん、そうだね、食、それが、うん、全部話せれば、じゃあ、どっかの今度ね、名物を持ってきて、あ、ここで食べながら放送とかね、なんかあの地方行った時、例えばなんかお土産とか、もしなんかその土地の名物なんかあれば、そうだね、うん、そういうのも食べながらお届けできたらなというふうに思います、はい、さあということでね、今週ももうエンディングということで、またね来週以降もぜひ楽しんで見ていただけたらなというふうに思います、はい、今週はレオナとして藤波辰爾がお送りしました、はい、今週もありがとうございました、ありがとうございました。